はいどうも、妖怪三国志国取りをず今回もやっていきます。お知らせでね、水着劉備がね超アップが来てますね。 1% で小京ちゃんはね排出されないということで、まあこのね水着劉備も強いんだけど、私としてはね個人的に小京ちゃんの方ね欲しいので、まあ、こっちも出たら超万歳だけどね。調理を持ってないしね、私は。まあでも19日にね、また多分小京ちゃんが超アップ来ると思うので、そっちでね、回したいと思ってます。やっぱ3秒超睡眠いたら楽ちんだと思うんだよね。そして共闘イベント、長い面よ。長い面な。ただ今日でね、もうすぐか、予選が終わって、お休みタイムにね、入りますね。で、お休みタイムに入ると、非常にね、あ、そうだ、難易度8がね、登場して、そんで、お宝パスのドロップ量がね、多いので、結構ね、結構落ちるんですよ。なので、まあまあ、周回もちょろっとね、頑張りたいかな。ただお休みタイム中ってね、ダメージ入んないからね、加算されないからね、個人ポイントはね、加算されるけど。なんで、だからパスもな、なんか今回な、小生国オロチが目玉だからな。なんかお宝パスも、微妙ってやつかな。はい、というわけで、星8はもうちょっとでね、22時から星8なんだけど、なんじゃる方へ。あ、今日そう、400万ダウンロード記念コインだね。今度群馬市の方回したいと思います。多分ね、いつもやってる 3.5 周年記念ガシャは3周年で、今度4周年来ると思うんですけど、小生確定のやつ以外でね、一応小生来たことないんで、どうです、皆さん出ましたかね。ちょっとこれ一応動画的に1枚ずつ、最初ねこっちやって、確か誰だったっけな、忘れちゃった、誰だったっけ、あれババーンだったっけな、ちょっと忘れちゃったな。修正めっちゃいいんだけどね、ラインナップはね。ですが、まあ基本 S ランクなのかなって感じで。あれ何だったっけな、お蔵入りが S ランクなんだよね、妖怪三国志でね。面白いよね。まあちょっと忘れちゃったな。はい、あ、桜オロチだ。桜オロチだ。今でも本当、絆がね、ちょっと難しくなってきてて、なんかこういうのもね、カイラとかも、なんか3000とか、こうババーンとかも2000とかあるんだけど、こういうのも、絆にしね、30とかもらってもしょうがないからね。なんで、ちょっと私は、まあ、エスコンがどんな感じで増えるかにもよるんですけど、一応これで、エスコンで10凸して、まあ、本当はね、降臨チケットでやるのがいいと思う。ここで超1凸して、そんで、まあ、他のね、S ランクもそうだけど、なんか10凸してドカンってのを今後やろうかなと、ちょろっと、持ってます。超6凸までやる方が本当はいいんだけど、なんかこれでねクリティカルとかねゲットできるとでかいじゃん。さっきそうだから、デビビランとかもねクリティカルあるし、そうだから絆、こういう S ランクとかはなんか S コンぶっこんで1凸させて
お変化ドカンとか、なんかそんな、なんかこれね、もったいないね、なんか200とかしてもあんまり、まあ意味はなくはないんだけどなーっていう感じだからね。はい、なんでちょっと今後そうやってみようかなと思ってます。調整召喚、調整召喚いけるのかな。あ、いけるね。通じだからちょっとやっちゃいましょう。今ね、ちょうどもう半額とか終わっちゃったんだけど、まあ多分またキャンペーン来ると思うんでね。だから私は降臨チケットは闇閻魔とかじゃなくて、こっちのね、調整召喚に使ってるかな。さあ、出番があるか分かんないけどね。厄介がこれで超7ですか。ね。厄介かくわい。厄介。なんつってんだろうね。はい、ごめんなさい。あ、そう、すっかり忘れてた。このコイン回すんだったんだ。申し訳ねえずら。400万ダウンロード。他に回せるやつあったっけな。お宝コインも溜まってきてるからやろうかな。あ、最近福コインがないよな。さあ、できたら衝突がいい。お願いしやす。やった、なんか泣いたぞ、カート。え、小生なんじゃねえのこれ。カート泣いたら小生じゃないの。金か。残念。悪魔の似合ういい男、高村さん。あれ、高村さんいいか。はい、これはね、回復の妖怪ね、スキル継承できるんで、いいんじゃないでしょうか。回復の群馬神ね、育てたい人いっぱいいるんだけど、これでね、やっても、あ、5分の2までやってたんだ、すっかり忘れてた。大凶ちゃんね、やってますね、私はね。高村さん、この子やってないか。あれ、あとカトリーちゃんやってんだな。はい、という感じで、高村さんね、スキル継承、妖気ゲージアップいいのでね、ぜひ、皆さんもやってみてください。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。おそらくね、星8が来たらミッションが増えると思うので、増えないかな。ちょっと前回、まあいいか。はい。そして、ちょっとコインはね、多分、調整出ないと思うので、まあ、調整出した人は、そうだ、これを見せたかったんだ。それで脱線したんだ。こうね、調整コイン。で、こっちのやっぱり、記念コインの方は、賞がつかない方は、まあ、まあって感じかな。なんで、もうちょっと基本的に、このコインはもう諦めて、現実的にね、やろうかなと思います。金のお宝コインとかでも20万もたまんねえべな。どうしようかな。国取りコインにしたら何気に1回10マイルたまるから。マイルがたまるかな。1回10マイルだよね。100連100マイルだよね、多分国取りコインだね。なんで紹介状ももうね、スゴログでたんまりたまったしね。もう全員正直調整化はしたんだ。あとはさきちゃんとバッド坊やがね、追加されるのを今や今やとなっているところでございますね。これが4500で150万、金のお宝コイン4万、
金のお宝コインって500だよね。500、1000、1000か。で他はだからそこから減っていくんでしょ。うん、だから金のお宝コインは4万で小政府だから500枚ゲットできるけど、これん、なんかこっちの方がお得だよね。500枚にやるのに4万も必要ないからさ、なんかお宝コインやるよりこっち、まあこっちは1000だからさ、でも1000ゲットするのに4万も全然いらないからな。だからなんかちょっとお宝コイン得じゃないな。私また計算間違ってるかもしれないけど、はい、そんな感じがしますね。あ、スタミナもあったの忘れてた。これがいいね。これ交換だね。はい、ちょっと失敗したな。もうスタミナムが、あ、まだ150ある。ブースト、あ、あと7分、もうダメじゃん。あー、そうですか。はい、ちょっと7分じゃ使えないんであれだけど、はい、ごめんなさい、なんかいろいろ脱線しましたが、今回は絆コンヘンゲ、そしてダウンロード記念コインの話をさせていただきました。星8ね、始まったら私またやりたいと思ってます。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。なんか悟空落ちが最近落ちなくなっちゃったかな。まだ12回も落ちる。はい、ごめんなさい、またお会いしましょう。バイバイキー。